どうも石井隆です。1単語1秒1分間高校受験英単語の覚え方の解説をしていきます。この英単語帳何が違うかというと、普通の英単語帳だと書いて覚えるというのが当たり前 だと思うんですが、そうではなくて目で見て覚えると、瞬間記憶に特化した英単語帳というふうになっています。多分ね、高校受験向けで1単語1秒になっていたりとか、瞬間記憶のために作られたっていうのは滅多にないと思いますので、ぜひこちらをね使っていただきたいなというふうに思っています。どういうふうにして覚えていくかっていうと、こんな感じ、内容こんな感じになってて12ずつになってるんですよね。で、僕の特徴で10じゃなくて12にしてます。12星座とかね、12ヶ月とかいうように12にした方が覚えやすいっていうのがありまして、12になってます。どういうふうに1単語1秒でやっていくのかというと、thought、思考、brain、脳、talent、才能、memory、記憶、record、記録、knowledge、知識みたいな感じで1単語1秒で両方とも達成していったりと、まあ、こんな感じでね、特に、1語につき1つしか意味も書いてないので覚えやすいんじゃないかなというふうに思っております。で、他の特徴としては名詞、動詞、形容詞、副詞っていう順番になっているので、それも覚えやすいんじゃないかなというふうに思っております。では高校受験単語の3つのステップ話していきたいと思います。まずステップ1、英単語を音読します。そして日本語訳も音読します。ということで1単語2秒かかって、だいたい2200語なんで40分ぐらいかかるかな。で、これを60回繰り返します。1日3回だとしたら20日かかる計算ですね。それが終わったらステップ2に移行します。英単語だけ音読します。そして日本語は何も言わない、目で見るだけ。これを60回繰り返します。それが終わったらもう英単語も日本語も黙読でいいです。これがステップ3というふうになっております。で、こうやっていくことでどんどん瞬間記憶というものが身についていって、瞬間記憶ができるようになれば受験というのは本当に無敵になるんですよね。そのために英単語帳を使ってこの瞬間記憶マスターしていただきたいなというふうに思っております。高校受験ぜひ頑張ってください。チャンネル登録はこちらまでお願いします。